ね、もうちょっと先でした。ね、この間ね、マレーシアの、その為替、を着しました。やっぱり変わってないですね。1リンギットがね、今27円、高い時で35円ですね。で安い時だと24円ぐらいかな、うん、4、5円ぐらいだから今ね、リンギット安ですね。はい、でタイはね、高いですね。やっぱり今 35.5 かね、1バーツが 3.5 円、ぐらいです。はい、高い時でもね、やっぱり 3.5 から7ぐらいかな、うん、っていう感じで、で安い時だと2.5 から7とかそんな感じかな、うん、だからバーツ高ですね。はい、で景気はどっちがいいのかって言ったら、どっちもどっち、どっちもどっちね。政策金利はね、インフレ率はだいたい 1%、 両国ね 1%、 そんなに良くはないかなとこういう感じがしますね。はい、やっぱりね、もう安定してきたんでしょうね、マレーシアもタイもね。はい、ですので、まあ、これからはだいたいインフレ率 2% か 1 から 3% ぐらいで推移するんじゃないでしょうか。はい、で金利はね、ちょっと差があります。タイの政策金利、これがね、1.5 かな9かな、そのぐらい、1.5 は9はないね、 1.5 ぐらいだった、 1.5 か 1.75 ぐらいだったと思いますね。でマレーシアがだいたい 3% ぐらいです。はい、ですので、どっちにお金を置いといた方がいいのか有利なのかというとね、単純計算にで、そのマレーシアとなんだバーツのその金利差を見た場合にはね、マレーシアの方が有利です。はい、銀行に置いといた方が 2% の金利を得られると。 2% というのは例えばインフレ率 1% だとしますよね。はい、両国 1% ですね。タイの政策金利 1.5%、 銀行金利はまあもうちょっと高いんですけど、まあ 1.5、 まあ、2% としましょう、ね。2% からマイナスインフレ率 1% で、まあ、1% が実質的な金利ということになります。はい、で、マレーシアの場合はね、政策金利がだいたい 3% ぐらいです。まあ、銀行金利を入れると 3.5% から 4% ぐらいでしょう、ね。インフレ率が 1% ですので、実質金利、それがね、まあ、大体 3%、 2か 3% ぐらいかなと、こういうことですね。だからどちらが有利かというと、マレーシアの方が有利ということです。でもその分ね、為替が安くなっているということなんでしょうね。はい、この辺だと思いますね。ちょっと探しますね。あ、来すぎました。いやもう本当グーグルマップいい加減にしてたって感じですね。本当正確じゃないですよね。あ、マレーシアとかやっぱり日本が正確すぎるんでしょうね。うん、病院がねやっぱり行き過ぎでしたね。その時の来る場所とか全然違う、もうって感じですけど、まあいいや、しょうがない。まあ、昔に比べれば便利になったかなと思いますよね。うん、はい、で、まあ、先ほど言いましたように、マレーシアの実質金利が高いから、まあ、多分ね、その、なんだ、通貨がちょっと弱くなってるのかなという気はしますけどね。だからね、やっぱりね、名目金利で見てはいけません。やっぱり実質金利で見ないとね。はい、
特にインフレ時にはね、それで見ないといけません。あ、デフレ時にはもっとですね、はい、日本のようなデフレ、0% の金利っていうのに騙されてはいけません。はい、0% の金利だったとしてもデフレの場合にはあれです、金利がさらについているということですからね。はい、名目金利、プラスデフレの金利を上乗せしなきゃいけないということになります。はい、ね、